ファミリーの皆さんこんにちは私はイスラエルに住んでいるサラですすここのの性別の季節にあってて感じいいいいるととを分かち合いたいと思います導かれるままに断食したり場合には宴会を設けたりしながら私たちの心を主が願っておられるタイミングとカレンダーと目的にアライメント整列することを重視しています。 この中で最近祈っている時に水がめのような器が見えました主は私に水がめに注がれる水がどれほど純粋であっても水がめがきれいでなければ純粋な水を注ぎ出すことはできないよと言われましたこれを通して思わされるのは主が私たち全員を清め洗い心のすべての部分すべての部屋あらゆる面に入っていただけるように促しておられることです私たちが主の純粋な水を入れる準備された容器となりそれを汚染したり それに独自のフレーバーをつけたり種にふさわしくない方法で見せたりしないものとなることを願っておられます。 主の純粋な水を受け入れ、それを私たちの周りの世界に注ぐ出すために聖なる献身した器となるのです。主の声を聞く耳だけではなく、私たちの言葉、思考、そして私たちの選択と行動と人間関係、私たちの決断、私たちの優先順位、また家族に至るまで主にお捧げします。精霊を歓迎し、 私たちの生活のあらゆる部分に招き入れ共に住んでいただく主の家となれるように私たちが主に真心を持って献身した器となることを願っています。